アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日はなんで一人なのかと言いますと、ドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。なんとアリが仕掛け人なんですよ。もう念願の仕掛け人ですね。で、仕掛け人はあと一人いるんですけど、アリアと姫香でエコユナに仕掛けていきます。です。ドッキリの内容はというと、リモート伝言ゲームというのをやっている時に、姫香が態度悪そうとかいうか、こういうはっみたいな感じのだらけたりするんですよ。で、なんとね、それをアリアが怒るんですよ。で、それで喧嘩していくというドッキリで、なのでエコユナの表情に注目してください。ちゃんと送れるように頑張ります。それではどうぞ。アリアです。姫香です。ユナです。エコです。ピンクラテ T B 始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画はリモート伝言ゲームです。イエーイ。では早速やっていきたいと思います。せーの、どうぞ。どうぞアリアからいきたいと思います。アリアから姫香に伝言をしていきます。アリアがつけている赤いものです。はい、カチューシャ終わりです。じゃあ言うよ、なんか白雪姫がなんかの象徴みたいなつけてる。白雪姫？アリアちゃんのこと？なんていうか、そうだね、アリアも今日白雪姫、アリアちゃんが白雪姫だとして、あ、まあそうだね、そうしてもいいよ。なんか白雪姫がいつも頭につけてる。わかった。うん、オッケー。あ、それを姫香まだイヤホンつけといて。姫香もうちょっと前の方がいいかも。前？どういうこと？何が？終わった？終わったよ。で、最後はゆなちゃんからエコちゃんに伝言。そのものは白雪姫の象徴みたいなものなんですけど、もしその白雪姫がアリアちゃんだとしたらつけているもの。なんだっけ、アリアちゃんが白雪姫だとしたらつけているものです。ちょっとごめんなさい。白雪姫ってなんかつけてたっけ。はい、ではエコが答えます。リンゴ。ブブー。聞こえてます？姫香聞こえてる？聞こえてるよ。なんかめっちゃ聞こえてるけど、なんか聞こえてるかすごいめっちゃ聞かれるから聞こえてるよっていう。なんで、なんて？ずっと聞こえてるよって言ってます。姫香はもうちょっとシャキッと。なんかあった？何？ちょっと一旦中断しよう。一回カメラ止める？え、多分そんなあの姫香がそんな感じだったらさ、そのなんだろう、場の空気、そのみんなを困惑しちゃうじゃん。困惑っていうか、でそれこれがさ放送されるじゃん、PLTV に。で、それでさ、見てる方も多分楽しくないと思うのよ。あ、別にそこまで空気悪くなかなってなかったけどね。マジで？アリアだけ？思ったの。別に空気悪くなってないけど、なんかいきなり空気悪いよねみたいな言って、みんなえってなってるから。アリアのせい？いや、別に誰のせいかわかんない。別にこの状況悪い状況だと思ってなかったけど、なんか急に悪いみたいな感じになってたから。でもなんか姫香がなんだろう、なんかちょっととりあえず進めませんか。この答え合わせだけやっちゃいませんか。そうだね。だってエコちゃんは正解は何だと思いましたか。リンゴです。
正解はカチューシャでした。迷った。じゃあエコちゃんの前のイナちゃんは何だと思いましたか？イナはあのアリアちゃん、あのなんか白雪姫のカチューシャだと思ってました。あ、すごいひめかちゃんの説明分かりやすかったから結構伝わりました。ありがとう。自分でもうまく説明できた気がするけど、これ放送できます？はい。え、な、何回戦？じゃあ、1回戦、じゃあ2回戦行く前にちょっとさ、ひめぐが放送できそうって言ってるから、1回でさ、話に戻るんだけど、ひめかちゃん、ちょっと先手してください。はい、別にしてますけど。え、でもさっきさ、放送できそうって言ってたからさ。え、放送できるかなと思ったからできそうって言ったけど、別にそれがシャキッとしてない理由にはならなくない？え、でもさ、ひむかさ、こうやってダラってしたりさ、途中でさ、髪の毛やったりさ、まあ髪の毛はまああれだけどさ、なんか、エコちゃん笑ってるんだけど、どうした？なんか多分さっきなんかずっとダラダラしてるから。何が言いたい？2回戦目からシャキッてしよう。じゃあそう、だからダラダラしてて他の子もそんな、そう、あの気分悪くなるからもうちょっとシャキッとしてます。え、なんかいえ、あれなんて知ってるよ。え、知ってると思う？思う？え、ゆなちゃん思う？逆にゆなにさ、巻き込まないで。え、だってさ、アニアの意見だけじゃさ、納得できなさそうじゃん。うん、もうじゃあさ、仮にシャキッとしてなくても言えると思う？ゆなが、かわいそうじゃない？別にじゃあ、自分が後輩で先輩がシャキッとしてないって言える？かわいそうでしょ。やめてあげて。いや普通にそのアリアだけがそのちょっとだらけてるって思ってるだけかもしれないから、全員で一回気持ちを切り替えればいいと思う。一回なんかこの空気をパッて二回攻めからやった方が動画的にはいいと思う。動画的にはいいかもしれない。でも別にさ、シャキッとさしてるのにさ、してって言われてもどうすればいいか分かんないんだけど、どうしてひめかは自分でシャキッとしてるの、気持ちがなんか全員そうそうそう、なんかひめかなんかなんていうの、いつも無表情になりがちな、ずっとなってるから。ひめかちゃんとして。はいはい、ちゃんとして。え、自分もしてね、いつも思ってるけど、表情ね。え？自分がちゃんとしてから人に言ってほしいなって思って。もういいよ、次行こう。じゃいいのね。もういいよ、このまま次行きましょう。もういいよ、ドッキリだからいいよ。どういうタイミングで？どういうことドッキリでしたという。ドッキリでした。あ、びっくりした、もうびっくりした。ちょっとゆなちゃんがさ、めっちゃいい子すぎてさ。ゆなちゃん優しい。待って、泣いてるの？よかったな、もうびっくりした。でもさ、エコちゃん爆笑してるしさ。エコちゃんもう言わないけど、そうするな、なんかただ笑ってるんだけどと思って。びっくりした、もうなんかびっくりした。なんか最初こうやって外してるって、なんかはみたいな感じになってる時はなんか内容、話の内容がつまんないから面白いよみたいな感じなのかなと思って、あ、ちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃと思って。そんな感じ、どうしようみたいな。怖い人じゃないよ。なんかエコちゃんがずっと無言。
なんかとりあえず聞いて収まるまで聞こうって思ってあ、だから見た、だから無言だったの。いや、アリア途中さ、ユナちゃん巻き込もうとしてるのめっちゃ面白かったんだけどちょ、とりあえず巻き込んどこうと思ってじゃ巻き込もうと思ったらさ、だって姫子がさ、後輩に行くのどうなのそう、かわいそうだよ。先輩のことって知って言うのは嫌でしょ言えないでしょ。だからさ、確かにそうだけど今はそうじゃないのって頑張ってた。口喧嘩アリアさ弱いからさそうなの、めっちゃ弱いのめっちゃ弱いからめっちゃ頑張ってさ、言葉探してたけどということで、はい、ドッキリ大成功かなまあそうですね、とても重い雰囲気になったんですけど、まあ、最後はいいネタバラシをできてよかったです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。